こんにちは、ウィンザーラケットショップ横浜店の斉藤です。こんにちは、ナビゲーターの道場です。本日はライバル対決、ライバル対決ということで、ちょっと前に、やりましたけれども、今日は、はい、何と何をライバル対決させていただきましょうか。はいはい、こちらの V コアの100、はい、とピュアアエロ、はい、300g 同士の対決ですね。スピン系黄金スペック同士というところと、はい、まあ、売れに売れている2本を、はい、まあ、ライバル対決ですので、この番組ではウィンザーならではのということで、うん、インプレだけじゃなくて感覚だけじゃなくて、はい、数値をもとに、まあ、どう違いが出たのか、どんな方に、はい、おすすめしたいのかということを紐解いていくという番組でございますので、はい、やっていきましょうか。はい、はい、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では行きたいと思います。はい、売れてますか？売れてますね。ですね、正直売れてます。やっぱり特に V コアはもう新入生も含めてですけど、はい、もう何ヶ月もこうトップに君臨してるなっていう感じがありますね。そうですね、はい、発売時期はこちらが去年の、夏過ぎですね、はい、でこちらが今年に入ってから、まあ、はい、半年弱の差はあるので、はい、ちょっとね、今現在の動きは違うかもしれませんけども、はい、やっぱスピン系黄金スペックといえば、うん、人気の2本で、前回がね、はい、ちょうどこれのプラチナスペックでの対決。そうですね、あれの時はピュアアエロチームと、はい、V コアの 100L で、対決させていただいて、はい、書き込みでもこちらが見たいよと、うん、300の方を見たいよなんて言葉もいただいたので、はい、ということなんですけども、やっぱりちょっとそこと、はい、そこの結果なんかも比較しながら見ていただけるといいかなと思います、ね。そうですね、覚えてますか？はい、なんか結構前の気がしますね。そうですね、ちょっと前ですね、はい、時間経っちゃいましたけれども、はい、というところなんですけども、まあ、こちらは、ね、今ラファーモデルも出てたりしますけども、ね、はい、やっぱりどんな方に今売れてますか？やっぱり本当にあの黄金スペックと言われるスペックなので、うん、まあ、学生さん中心というところはちょっと多いかなっていうのは感じます。でしかも、まあ、スピンという言葉もつくので、はい、まあ、男性の学生さんが多いと思いますね。こっちからこっち、こっちからこっちで乗り換えってあるんですか？まあ、新旧も含めですか？例えば前の V コアからピュアアエロとか、うん、はい、うん、前のピュアアエロから新しい V コアとかっていう、この2本でで言うと、はい、正直それってあんまり今のところないように感じます、ね。じゃあ V コアの方は V コア、はい、ピュアアエロの方はピュアアエロだと。そう、もうこれはね、形状の違いもちょっとあるかもしれないんですけ ど、はい、もうなんとなくヨネックス派とバボラ派で結構分かれてずっと使い続けてる方が多くは感じます、うん、なるとこの番組あんまり意味なくなっちゃうんですけど、でもそれをこの結果なんとか見て、はい、そうですね、逆に、はい、行くのかどうか、うん、要はあのこちらの味を知らない方が、うん、今日の番組を見ていただいて、あ、そうだったらちょっと使ってみようかな、打ってみたいになれば、はい、そうなるかどうかですね、はい、ではやっていきたいと思いますが、はい、ここに登場いただきますのは成績桜川湖のヒロシーズということで、はい、人気爆上がり中ということではございます。爆上がりでございますよ、はい、そうなんですよ、はい、で、2人に打っていただいて、はい、トラックマンの数字でということですが、まずは、加藤さんの、はい、打っている加藤博史さんの加藤さん、はい、の打っているところからご覧いただきたいと思います。はい、まあ、いつも通り、打っていただいてということで。疲れてますね。どうでしょう。どうでしょう。そんなにあの本数打ったわけではないですけどもということで V コアになりました。はい。はい、2時間ぐらい見続けた。いやいやいや、打ってないです、打ってないです、大丈夫ですよ。お元気ですよ。元気はい、お仕事でお疲れなのかもしれませんけど。そうですね。はい、はい、で、では結果見たいと思います。こちらになります。はい、はい、スコアになりますけれども、うん、上が V コア100、はい、下がピュアアエロということで、うん、このような数値になってますが、まずはスピードから見ますと、はい、まあ、ほぼ同じと言っていいですけど、はい、まあ、115キロに対してピュアアエロが 114.5、ね、まあ、ほぼ同じって言っちゃっていいのかなっていうぐらいの差です ね、 そうですね。ただばらつきはピュアアエロの方がちょっとありますね。そうですね、はい、で続いてスピンレートということで、2399に対して2564、うん、ここの差がちょっと大きく感じますよね、うん、ピュアアエロの方がちょっと高い、はい、スピンがたくさんかかってるということですが、うんうん、ばらつきもちょっと大きいですね。そうですね、はい、うん、で、アングルは、1.4、こればらつきはあんまり変わらないけども、そうです、ね、結果も変わらない、はいはい、まあ、ただちょっと、うん、まあ、V コアの方が持ち上がりやすくなってるのかなっていうのは、ということは、うん、コンセプト通りネットミスも少なくなってっていうことですよね、はい、うん、
そうですね、あとは変わんないですか、クリアランスがまあ今おっしゃった通りちょっと高いと、はい、ただ距離はそんな変わってないということで、ほぼ差はないかなと思うんですよね、はい、ということはスピードはあまり変わらず、スピンはピュア、アイロンに軍配が上がったと、うん、ただ、安定感でいくと V コアって感じですかね、うん、確か前回、うんうん、あのそのプラチナスペックでやった時も、うんうんうん、スピードはやや V コアより、はいはい、で、スピンはなるほどね、のチームの方が出てたっていう結果だったんで、はいはいはい、まあ、ちょっとそれに近いような結果が黄金スペックでも出てるなっていう感じします、ね、でもそれぞれメーカーの狙いが出てるような気がしていて、うん、まあ、ヨネックスさんの V コアの方はどちらかというとその弾道がちゃんと上がってる、そうですね、はい、というところからまあ落ちてくるっていうところなので、うんうん、ピュアエロの方がスピンは多いんですけれどもというところですよね、うん、そうですね、はいはいはい、でバラつきはちょっと私は気になっちゃいましたね、うん、一発のそのね、うん、このじゃあスピードを見ていただいて、うん、一発のそのスピード、はい、威力であったりとか、はい、回転量というところは、はい、なんとなくやっぱりアイロの方が、あ、本当ですね、出てるなっていう感じ、安定性とその破壊力っていうところ、うん、なるほどね、だからもしかしたらね、加藤ヒルさんが疲れてなければこの破壊力がもっと活かせたかもしれないもう一個言うとピュアエロが難しいのかもしれないですよね、うん、ちょっとそれは感じますよね、はいはい、要はバラつきがあるのと一発が強いけども、はい、外れたらっていうことだと思うんで、そうですね、はい、はい、まあ、それは加藤さんの力量とっていうところのマッチングもあると思うんですけどね。ね、はい、うん、っていうことはじゃあご本人どう思ってるかということなんで、はい、コメントを聞きたいと思います。こちらです。はい、手元での飛び出し感、パワー感はどちらの方が感じましたでしょうか。はい、パワー感はピュアエドの方ですね。弾き出しが速くて、スピードが出てるかと感じました。はい、手元での引っかかり感、スピンかかってるなと思われたのはどちらでしょうか。かかり感としてはあのピュアエドの方がかかってる感があったんですけども、食いつき感はやっぱり V コアの100の方が、食いついてるなと感じました。なるほど、はい、食いつき感と引っかかり感がちょっと違うイメージという感じですかね。そうですね、はいはい、それぞれで対象ユーザーどうでしょうか。対象ユーザーとしてはやはりそのスピンをメインに考える方、あとはまあどっちかというとやっぱりピュアエドの方がパワーが出ますので、V コアの方が少しコントロールしたい方向けでもあるのかなと思います。なるほど、はい、じゃあ打ち比べて、はい、加藤さん的にどっちかと言いますとどっちの方がいいでしょうか。はい、V コアの100を選びたいと思います。その理由はなぜでしょうか。打球間の食いつき感が欲しいので、その弾き出しが早い方がいい方もいらっしゃると思うんですけども、それだと少し飛びすぎてしまうっていう感覚になってしまって、そこは少し怖いなと思いました。はい、どちらかと全力で振れるならば V コアの方か。そうですね、はい、なるほど、わかりました、ありがとうございました。いかがでしょうか、うん、はい、そうですね、まあ、前回 の, そのプラチナスペックの時とまあ同じように、うん、多分 V コアを前回も選んでたんで、うんうんうん、まあもう総じてその玉持ち感を重視したいっていうところがあるんだと思います、ね、ちょっと加藤さんの好みが変わってきたような気も、ね、あのピュアエロから、はい、T ファイト、うん、305アイソフレックスに変えられて、うん、ちょっとこうしなり系にいってるじゃないですか、うん、で今回ピュアドライブに近いと言ったのはピュアアイルの方なのかなと思うんですけど、食いつき感の方の V コアを選ばれた、うんうん、ということはかなり V コアの、 その、まあ、メーカーさんもおっしゃってますけど、食いつき感っていうのが、うん、顕著に出ている打球感なのかな、うん、そうですね、うん、はい、僕もなんとなくこのシリーズ始める前はピュアドライブに近い、はい、まあ、近いって言ったら変なんですけど、うんうん、まあ、パワーのある方ですよね、走っていくとは思ってたんですね、はいはい、うん、結構予想外ですね。ですね、うん、最近ちょっと思うのが、まあ、あのねほりはほりでですね、うん、バボラの大塚さんに出ていただいたりとか、はい、あとテクノファイアの上坂さんに出ていただいたりとか、はい、でその前にあの、ね、よくスピンの理論ってどうなんだろう、はい、要はスナップバックなのか、うん、摩擦係数なのかっていうところの理論議論いろいろしてたんですけど、うん、ちょっとそういうのを2人のお話聞きつつ今のお話聞くと、うん、食いつき感っていうのは表現は違えど、うん、食いつき感がある方がスピンがかかってると
思われる方がちょっと多いのかなっていうふうには最近思い出していて、まあ原理とはちょっと違うんですけどね。はい、だからあの加藤さんさっきおっしゃった食いつき感っていうところでは、V コアで感じられてるんですけど、ただ結果としてはピュアアイロンが良かったっていうところなんで、これは打球感取るかっていうところですよね。ただ数字がそんなにね極端に違うわけではないというところもあるんですが、で一方でここで長尾さんのコメントととうとう行くんですが、まず打ってるシーンから見ていきたいと思います。こちらになります。はい、長尾さん元気ですか？大丈夫ですか？いや、ちょっと皆さんお疲れなのかもしれませんけど、やっぱね、この忙しい時期ですからね。そうですね。はい、こちらが V コアになってます。長尾さんはもうお好みをあの存じ上げているので、おそらく V コアが気持ちいいんだろうなと思いながらも見てましたけれども、はい、さてどうなっているかというところ で、ね、はい、スコアを見ていかないとなんですけども、はい、ではスコア早速いきたいと思います。こちらです。上が V コア、下がピュアアエロ、はいはい、まずはスピードから見ましょうかというと、はい、これも先ほどと同じような感じ。そうですね、まあ1キロの差、はいはい、まあちょっとこの1球が怪しいけど、97キロ、一番上ですね、1個だけちょっとかなり低いのがあるんで、正直なところスピードも同じって言ってもいいんじゃないかなっていうぐらいですね。なるほどね、はい、でスピンレートいきますと、こちらは、V コアの方がかかっていると、うん、そうですね、加藤さんはピュアアエロだったけれどもというところですよね、でアングルは、はい、こちらもやっぱ V コアの方が上がってる。そうですね、クリアランスはピュアアエロちょっと高いけども、だから深さに関しても、ね、なるほど、ということは、やっぱり、V コアの方が、持ち上がって、はい、回転かかって、そうですね、それがレングスにも出てるっていうところですかね、ね、もうなんかこの顔見てもやっぱりコアだよっていう顔してますよ、はい、っていうかね、でもスピンレートもそうですけど、はい、あの安定してるのは、うん、でも長尾さんの場合はピュアアイロンの方が速度の安定もしてるし、ここだけ、この1球だけちょっと、ね、1球がね、まあ、他のもあるとは思うんですけど、ね、これがちょっとなんか気になるなっていう感じはしますけ ど、はいはいはい、でも、うん、スピードの安定感はほぼ変わらないとは思いますね。なるほど、なるほど、うん、でも回転量含めるとやっぱり V コアなのかなっていう結果にはなってますね。ただコメント的にどうなのかというと、じゃあ聞いてみましょう。こちらになります。まず手元での飛び出し感、パワー感はどちらの方が感じました？飛び出し感、パワー感はピュアアイロンの方があるように感じました。弾くような感じ、はい、そうですね。ということは逆に言うと、はい、V コアは、はい、そうですね、ちょっと加えてくれる、加えついてくれるような感じですね。決してこの飛んでないとか弱いというよりは食いついてる感があるという感じでしょうかね。そうですね、はい、そういうふうに感じました。はい、はい、一方で、はい、回転系のラケットなんですけども、はい、回転引っかかり感、手元でのこうかかってるなっていうのは感じ的には V コアのがかかってるんじゃないかなというふうに、ちょっとこう食いついてくれてる分引っ掛けられてるかなというふうには感じました。なるほど、はい、この2本の対象ユーザーっていうのはどうでしょう、はい、だいぶ違うもんですか？そうですね、打感の好みじゃないかなって気がします。やっぱりある程度弾き感、スピード感が欲しい人はピュアアイロンでも、食いつき感とかそのあたりを重視する人だったら V コアじゃないかなというふうに感じました。なるほど、ということは、はい、柔らかく感じるのは V コア、どちらかというと V コアですかね。はい、はい、そうすると長尾さんの好みはと聞きますと、はい、おそらくだと思うんですけど、どちらでしょう？私だと V コアかな。 V コア、はい、やっぱり柔らかいだけ、はい、そうですね、柔らかいのとやっぱりこう、はい、食いつき感がちょっといいかなというふうに感じます。はい、なるほど、あのタイプ的にもオールラウンドっていうことで、そうですね、まあ、こちらの方がよりオールラウンド、はい、でこちらはまあスピンプラススピードも欲しいという方の方が向いてるんじゃないかなと思います。はい、わかりました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、お二方とも食いつき、はい、すごくおっしゃってました、はい、ただ、結果的には加藤さんはピュアアイロンのスピンは良かった、はい、長尾さんは V コアの方が良かった、うんうん、これってやっぱタイプによるっていうか、まあ、加藤さんはどっちかというと引っ叩く感じ、はいはい、で長尾さんはどちらかというと乗せて打つような感じ、はい、っていうところでいくと、うん、結果が、まあ、うん、フィーリングとしては両方その V コアの食いつくと、そうですね、おっしゃって柔らかいと、はいはい、でピュアアイロンが飛び出してしまう、飛んでいってしまうけれども、うん、
ちょっとそのスイング速度だったりタイプが違うことによってコメントが変わってくるのかな。そうですね。でも結果としてもね、なんかここのところ、まあ、スピードとスピンの関係性って2人とも同じになることが結構多い中で、今回ちょっとスピンは逆転。そうですね、スピンは逆転でしたね。だから長尾さんはスピンだけ選ぶんだったら V コア選んだ方がいいし、加藤さんはスピンだけ選ぶのであればピュアアイロ選んだ方がいい、だけども打球感的にはお二人とも食いつく、ね、V コアを選んでるってことですもんね。まあ、感触で選ぶんだったらもうこの2人の意見としては統一されてると思うし、だからちょっともうガンガン打っていくっていう方で、まあ当然こうボールのスピードもどんどん上げていきたいっていう考える方にとっては、まあ、共通してアイロの方がおすすめしている感覚はありますよね。ということはこれを今お使いの方で、例えば、ちょっと気になってるなこのライバルの方がって言った時に、打ってみたら、ああ確かにね、あの V コンの方が柔らかいよね、例えばあピュアアイロ飛び出しちゃうよねっていう感覚は、例えば私のサイズさんで同じだったとしても、数値は違うかもしれないですよね。そうですね、だから感覚は合ってるから、あのこっち選ばないとかだけじゃなくて、数値をちょっと見ていただいた方がいいのかなっていう、そうですよね、気もしますよね。例えば私がこの V コアの方があの好きですと言いました、ただ結果的にはピュアレの方がいいかもしれない、そうですね。で逆に斉藤さんがピュアレの方がいいよと言ってるけれども、打ってみてスコアで見たら V コアの方がいいかもしれない、そうですね、っていうことがあり得る。その可能性は全然ありますよね。なるほど。でもね、プラチナスペックの時は、ちょっとストリングパターン、これ 300g に上がってきた時に、V コアについては基本的に、まあ重さとバランス自体は変わってくるんですけど、まあ、ストリングパターン自体このピッチは全く変わらない状態で重さは上がってきて、100L に比べるとですね、でも、アイロについてはチームからこの 300g に変わってくることで、まあ、そのストリングのピッチもそうです、ちょっと詰まるんですよね、ちょっと詰まってくるし、少しこの感触、グロメットホールにしても変わってくるんで、やっぱりイメージとしては打感も結構まあしっかりした感触になるし、ちょっと正直なところスピン落ちるんじゃないかなっていうチームと比べれば、はい、やっぱりこう前作のモデルとの比較としても、まあちょっとしっかりしてきた、なるほどね、これのプラチナバーサスプラチナとした時にということなんですね、そこら辺の感触の違いも今回グッとそのまま上がってくるかなと思ったら、結果としてはまあスピンが出てる場合なんかもあるんで、やっぱり一概にこのピッチとかだけでは言いづらい部分もあるんだろうなっていう気は、ね、まあそのなんていうかチームと比べたりとか前作と比べると、私まあお話しして、賛同いただいてる、確認もいただいてるので、ちょっとこっち難しくなってるのかなっていう感はありますよね、だけど結果を見るとちゃんと加藤さんのようにこうバチッといけば、スピンも上がってきてるっていうところがあるのでというところですよね。やっぱりこう長時間使ってもうしっかり打てる方がやる分には、やっぱりアイロはどんどん使っていただきたいなっていう感じです、サポート性っていう意味ではやっぱりちょっとこうトップ広げたりとか、まあそうですね、扱いやすさ、グロメットグがね動くっていうのは私はあのセンセーショナルでしたけども、はい、ありますね、はい、動きやすいということでございますね、まあ今日の結果を見ると、打感だけでは今日は判断できないのかな、そうですね、なので、こちら横浜店、成績桜子で行けば、スコアも見れるので、そうですね、そこでもやっぱりちょっと比較したいっていうのは改めて感じますね、そうですね、なので、ここだけで打ってる感じだけで、ご判断なさらずデータも見ていただきたいし、データだけで見ずにやっぱりその打球感っていうのが割と共通することが多いので、あんまりこうなんですかね、いけない、さっき斉藤さんおっしゃった余熱なバーバラ派とかではなくて、ちょっと一回ね打ってみるのも面白いかもしれないですね、わかりました、なのでぜひ参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いします、ということで今日はライバル対決、V コアの100対ピュアアイロでした、ありがとうございました、ありがとうございます。